ほら、起きろ小太郎。今度はちゃんと挨拶するんだぞ。こんにちは、失礼します。今日からここで俺たちも仲良くさせてもらいたいんだけど、先生は？俺たち3人で日の森三兄弟だろ。葵。でも三兄弟でずっと一緒に暮らしてたらちょっと問題だからな。先生、僕たちは酒井先生を取り戻したいんです。この教室で何があったかを解き明かして。真昼、そんなに一人で引き受けちゃって大丈夫？今までだって。でもまたバレエがしたくて戻ってきた時には鵜飼監督はもういなかった。うひゃっ。 あなたでしたか。僕、普段は人に驚かれる側なので、驚かされるっていうのは新鮮でした。日曜日にしては学生が多いですね。大丈夫ですか？お怪我はありませんか？いえ、大丈夫です。申し訳ありません。嫌いになったんじゃないって、それだけは。やり方を少し変えて。悪いのは僕だぜ。最強武神毘沙門天の名にふさわしい最強新規チームなんだ。ほう。でも姉様は俺たちの前じゃすごい優しくてさ、本当の家族みたいに接してくれるんだ。でも俺たちみんな友達いないから、正しい友達のなり方わからないよね。だが砂原に会うときはついていく。え？橘と違って俺は砂原を信用してない。何かあったらお前は俺が守るから。なんだよ。男にはメンツってものがあるんだよ。マクガフィンを持ってきてくれるって。あなたは前の世界のことをどこまで知ってるんですか？君が対馬に伝えたこと全部だよ。僕はとても悪いことをしたんだ。兄さん、こけら落としにはドンガラシアも来ることになったよ。あと3ヶ月だ。そこでバネッティ、オルコ、ガラシア、3つのファミリーが一堂に会することになる。いやー、俺さ、BL が好きで本まで出しちゃった系なんだよね。まさか坂口も仲間とは思わなかったっつうか。ウケるな。ああ、少しでも経験を増やせればいいなって思ってね。あと、みんなに俺たちの名前も知ってもらいたい。早く柊の隣に立てるように。水に浸っても平気にしておいたなら、魔法などなくても何にも問題なかったのだ。あと一歩、科学万能の夜明けは近い。ヘンちゃんを返せ。エピナルハリケーン。めんどくさがりで無気力ないつものエンちゃんを返せ。呼ぶの遅いよ。熱なんか出すまで我慢しやがって。なあ小太郎、お前ももう父さんたちに会えないの分かってたのかな。だったらもっと最初からちゃんと二人で泣いときゃよかった。君のサンキューで競争しようよ。ヘッドヘッドになる前に休憩を切るね。